はい、皆さんこんにちは。ここはですね、大阪の中心部南難波でございます。今からですね、東京の方に行くんですけども、難波に来てるということで、新幹線とかね、そういったものを使うのではなくて、今回夜行バス使ってね、今から東京の方に行きたいと思います。で、今回利用する夜行バスなんですけども、VIP ライナーと呼ばれる夜行バスを使っていきたいと思います。で、VIP って言ってるわけですよね。VIP といえばですね、ベリーインポータントパーソンという意味ですけども、なのでなんか非常にね、高級なバスかと思いきやですね、そんなにめちゃめちゃ、高くもないんですよ。確かに普通のね、夜行バスとかと比べるとちょっと値段は高めではあるんですけども、それでも今回4列の、タイプの夜行バスで行くんですけども、ここから東京までね、3900円とかかな、それぐらいでした。もう今の時期ですね、相場が2000円とかでね、行きたりするバス1500円とかっていうのもあるので、それと比べると確かにね、ちょっと高めなんですけども、そのね、値段の高い分だけ、それだけのサービスが上がるということなのではないかなと思っております。なので、追加して払うかどうかっていうのもね、払う価値があるかどうかとかっていうのもね、今回見ていけたらいいのかなと思います。今回利用するのは VIP ライナーのグランシアというバスでございます。これね、先ほども言った通り4列タイプのバスなんですけども、これで東京までね、行くということになります。はい、難波駅から歩いてしばらくですね、こちら VIP ライナーのラウンジ、 VIP ビラ難波というところでございます。 VIP ライナー使う際はですね、このラウンジに、一度来る必要があります。すべてのバス停が対象ではなくて、一部のバス停にはね、こうやってラウンジが用意されてるんですよね。で、ここでチェックイン手続きっていうのをね、する必要っていうのがあります。中はこんな感じでございます。この受付のところで QR コードをかざすとね、乗車表みたいなのが出てくるので、それでチェックイン完了です。シャワーとかもね、有料とかであるんですけども、なんかいろいろと本当にね、こういった乗車前からのサービスっていうのは豊富だなと思います。物販品コーナーとかっていうのもありますからね。はい、こんな感じで5階建てのビルとなっております。いろいろとね、本当に設備サービスも豊富ですよね。こんな感じでシャワーとかね、そういったのもいろいろあるんですけども、ここに書いてる料金の通りとなっております。オプションでバスの乗車料金プラスね、何ぼかすると、このね、ラウンジの至る設備をね、利用したりすることができるということになっております。無料でね、浴びれるっていうわけではないですかね。はい、いろいろあるので、必要がある際はね、こういうのもね、使うといいんじゃないかなと思います。ではですね、チェックインしてきました。こちらですね、乗車券となっております。今回ね、降車地は横浜で降りることにしております。東京行きのバスなんですけども、ちょっと明日の予定を考えると横浜で降りた方が便利なので、今回横浜のワイキャット前ってところで降ります。横浜も東京も値段一緒なので、今回東京行きということでね、紹介しますけども、4列タイプのバスとなっています。4列タイプなんですけども、8列しかなくて合計32席しかないので、結構ね、足元にね、広々としててゆとりがあるんじゃないかなと思います。で、今回座席は2番の D 席を指定しております。ラウンジの前にですね、自動販売機があったんでね、この白ぶどうってジュース買ったらですね、なんとここにある UCC ブラックのコーヒーがね、出てきたんですけど、マジかよこれやるなこいつ。しかもブラックコーヒーっていうね、今からバス乗って寝るのにブラックコーヒー出してくるね、こいつかなりやらしいですね。別にいいですけどね、100円ですから。はい、そんな感じでこういう自動販売機とかっていうのはあるのでね、注意してくださいね。いたずらで紙を詰める方いてね、自販機にいたずらされましたね。到着いたしました。こちらでございます。ナンバーは市原ナンバーなんですね。グランシアと書いております。4列タイプのバス、これで今回は横浜まで向かうということになります。2人体制での運行みたいですね。今回のバスはもちろんね、土足で乗車していく普通のバスでございます。車内こんな感じ、2プラス2の4列タイプということなんですけども、かなり見た目豪華ですよね。しかもなんかおしゃれなデザイン、モケットをしているね、座席となっております。この座席の特徴は何といってもバックシェル型の座席ということで、リクライニングを前側に倒しても後ろの人の影響を、全く及ぼさないような座席となっております。で、座席の上には、大きなブランケットというのが用意されていますね。ブランケットが置いていない席は本日空席ということになっています。僕の隣に、ブランケットなかったので、今回隣には人が来ないということになっていますね。で、さらに、特徴的なのがこのモニター付きのバスというのは、なかなかないんじゃないかなと思います。足元もこんな感じで広々としているので、結構快適ですよね。フットレストもついております。ただ足元は広いんですけども、めちゃめちゃ広いって感じではないですかね。ちょうどいい広さです。はい、普通の観光バスとかと比べると、圧倒的に、快適性っていうのは上だなと思います。途中休憩についての案内ということで、今回は草津と浜松と海老名ですねに停車するということですね。上りと下りどちらも、同じサービスエリアに泊まることになっています。座席はこんな感じですね。真ん中にもカーテンがついているので、一応独立したタイプの座席とは言えるっちゃ言えますね。はい、プライベート感というのは確保されております。で、モニターなんですけども、映画を見ることができます。昔はゲームもできたみたいですけども、今はゲームというのはできなくなってますね。ちょっとね、タッチの感度は悪かったですね。で、右には USB ポートがついているので、充電したりすることっていうのもできます。コンセントに関してはね、残念ながらついていませんでしたね。
映画はこんな感じです。洋画と邦画が少しずつ入ってるといったような感じですね。ちょっとねタッチの反応が悪いんですよね。はい、ヘッドホンっていうのもねついてますからね、それで見ることができます。まあ、こんな感じの映画の内容です。先頭の座席に関しましてはオートマン付きということで、さらに足元は広々としてますね。ただ500円ぐらいね料金高いですね。まあ、500円出して広さを取るかどうかって話ですけども、まあ、僕は結構安いと思いますね。500円の追加でいいんだったらね。リクライニングが前に滑り込んでいくタイプの座席となっております。バックシェル型ではよくあるタイプですね。2列タイプのバスとかだとねアメニティとかっていうのはついてるんですけども、基本的に4列タイプのバスはアメニティがないので、まあ、持参していくのはねいいのかなと思います。まあ、こんな感じでちっちゃいポーチとかを用意するとね、まあ、そんなにね持ち運びのお手間にもならないと思うので、まあ、一つねあるといいと思います。アイマスクですね。まあ車内ね夜電気は消えるんですけども、まあ、やっぱりそれでもね若干明るさっていうのが入っちゃうんで、アイマスクとかあるとねかなり、快眠はね得られるんじゃないかなと思います。まあ、あと歯ブラシですよね。まあ、乗車前に歯磨いて乗るって方もねそれはそれでいいと思いますけども、あとはこういったねフェイスシートみたいなのも持っていくと、朝目覚めた時にねこれで顔を拭くとね一気に目が覚めるんですよね。はい、なので僕はいつもねこういうの用意しています。まあ、特に何もすることがないので草津パーキングエリアまではね寝ようということにしております。車内には Wi-Fi もついていて割とね高速でした。 YouTube とかも普通に見ることができたのでなかなか良かったですね。車内の照明の源灯は京都発車号ということで、それまではね電気ついたまま走行しています。ナンバー止めだから乗る人が少なかったんですけども、京都でね一気にお客さん乗ってきましたね。今回は8割9割ぐらいの乗車率でした。それで隣に人が来なかったのでそれはね本当に当たりでしたね。で草津パーキングエリアに到着ということになります。滋賀県の草津パーキングエリアに到着でございます。ここで10分間のね休憩をするみたいですね。もうさすがですね、大阪と東京を結ぶこの高速道路ですけども、トラックばっかりですね。はい、皆さんお疲れ様ですといったような形でございます。降りるときにですねこのような感じのなんかカードみたいなのもらうんですね。これで人数確認してるみたいですね。車のナンバープレートの番号とかねそういったのも書いてるんで、もうこういうのくれるバス会社で結構珍しいですよね。はい、また乗ったときに返すということになります。パーキングエリアなのでね自動販売機ぐらいしかないですね。サービスエリアではないのでコンビニとかはありません。でここ出るとねもう次浜松のサービスエリアとかになるみたいですけども、もうねさすがに今回横浜までの乗車なので、もうここ出るとね爆睡したろうかなっていうふうに思っております。はい、そんな感じですかね。まあトイレだけね済まして、トイレついてないバスなんで、まあこうやってこまめにね休憩してくれるっていうのはありがたいですね。はい、まあ、トイレだけ行ってね、まあ、ジュースだけ買ってね、もうバスに戻ろうかなと思います。もうね、バス車内乗るとね、めちゃめちゃ眠たくなってきたので、ここでね、一気に、ここから先の記憶っていうのが飛びましたね。この先、浜松のサービスエリアにも泊まってるんですけども、もうそれとかは一切気づかなかったですね。はい、今回横浜下車ということで、あまり睡眠時間もないんでね、もうさっさと出ます。で、朝になりました。おはようございます。ただいまですね、松田付近をね、走行しているところですね。もう間もなく海老名サービスエリアということで、だいたい4時50分ぐらいでしたかね。うん、これがで5時50分に今回横浜に着くので、もうあと1時間ぐらいで下車なんですよね。神奈川県の海老名サービスエリアもねよく夜行バス乗るとね泊まるサービスエリアかなと思いますけども、かなり大きなところですよね。4時50分海老名サービスエリアに到着です。だいたいねサービスエリアでの休憩時間は15分ぐらいだったと思います。ちょっと短めですよね。 JR バスとかだともう少し長く泊まってると思うので、若干短めですけども、まあ、15分あれば、まあ、余裕っちゃ余裕ですけども。はい、ということで神奈川県の海老名サービスエリアに到着でございます。もうここめちゃめちゃ大きいサービスエリアですよね。よくテレビとかでもねなんか取り上げられたりしているサービスエリアだと思いますけども、もうね、もう日も明けて明るいですね。ただいまの時刻午前5時なんですけども、もうこの時期になると明るいですね、この時間帯でもね。いや、やっぱトラックばっかりですね。あそこにはビラエクスプレス、まあ、おなじみの、夜行バスかなと思うんですけども、もう停車中となっております。でもうね今回僕横浜で降りるので、まあ、あとここ出ると多分もう30分とかもうそれぐらいでね多分横浜に着くんじゃないかなと思います。ただですね、今回乗ってきたバスも最終目的地は千葉県ということで、横浜を出た後も東京駅とかディズニーランドとかそういったところに行くので、まあ、今回ね海老名に泊まってるということだと思います。あ、
ちょうどこのロイヤルブルーっていうのも来ましたけども、これもね同じ VIP ライナーのバスですね。はい、所沢ナンバーですけども、 VIP ライナーはこの時間帯は多いのかもしれないですね。はい、ということで、まあ最後ですね、トイレだけ行ってもう車内に入ってね降りる準備とかっていうのもねしようかなと思います。バスいっぱい来るね。あ、これも大阪から来たバスですね、ウィラーエクスプレス。これは大阪の泉ナンバーとなっております。今度またねウィラーのバスとかもねいろいろ乗っていきたいなと思います。僕ウィラーエクスプレスね多分高速バスで一番使ったことあると思うんですけども、はい、まあ、かなりいいですよあの会社もね。はい、そんな感じでございます。海老名サービスエリアを出て40分ぐらいで今回の目的地横浜駅に到着でございます。今回ですねこのグランシア使った感想ですけども非常に良かったですよね。 VIP ライナーはね本当乗車前と乗車後のね設備サービスとかっていうのも非常に豊富で、そういったのもオプションで、ね、つけることができるので、次回ねまたそういったのもね利用してみたいなと思います。他にもねグランシアファーストとかブルメリアとかねいろんなバスがあるので、ぜひねあの公式の URL をね概要欄載せておきますので、そういったのでね見てほしいなと思います。女性専用バスとかっていうのもありますからね。はい、ということで横浜到着です。またマスクとゴミにつきましてはお客さんごちに必ず持ち帰っていただきますよ。コロナ感染拡大の防止に努めて。では横浜駅到着でございます。ということで、ね、まあ、今回感想を述べたと思いますけども、今回は VIP ライナーのグランシア大阪と東京を結ぶ高速バスの紹介でした。皆さんもねぜひ使ってみるといいんじゃないかなと思います。料金が非常に安いっていうのはね、まあ、魅力的だなと思います。ということでね今回この辺で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。見た目非常にかっこいいですよね、シルバーの車体でね。